ピンポン。日常のあるある選手権。イエーイ。なんやこいつ。日常のあるある。ドドンドドン。それは絶対流行らない。ドンタコすったらドンタコす。それはただのパクリだよ。てか懐かしいな。あるあるその1。朝具合が悪い気がして休みの連絡入れたら急に元気になる。ああ今日なんか体調悪いわ。お腹痛い気がするし熱もある気がするし、とりあえず仕事休むか。もしもし、はい、体調が悪くて、はい、ご迷惑おかけしまして申し訳ございません。よろしくお願いします。元気すぎ、それはある。原因は体調不良やない。仕事の憂鬱さが体を蝕んでいるんやな。あるあるその2、勉強会の過ごし方。あ、ちょっと分身しますね。マジでお前なんやねん。今日お前んちで勉強しようぜ。オッケー、お邪魔します。じゃあ勉強するぜ。おい、やめろよ。あ、地震だ地震だ。おい、邪魔すんなよ。わあ、参考書が勉強されるのを嫌がってるぞ。そんなわけねえだろ。ねえ、何？勉強飽きた。おい、またかよ。ちょっと息抜きにゲームしようぜ。おいおい、ちょっとだけ。スマブラ1試合だけ。しょうがねえな。ウェイ、心当たりあるな。ちょっとだけとか言いながらその後ずっとゲームして結局1日潰すやつな。あるあるその3。動画配信サービスのせいで時間の管理を忘れる人。ああ今日はちゃんと宿題やらないとな。でも音がないと寂しいな。適当にアマプラで動画でも流しながら宿題するか。お、このアニメ見よう。へえ、このアニメ結構面白いな。っていかんいかん、宿題しなきゃ。ああ面白え。思った以上に面白え。でも宿題進まんな。よし決めた。あと1話見たら宿題に集中するぞ。ああ面白かった。宿題やろうかな。もういっか、全部見たよ。ああ面白かった。って今何時？いやー、これで休日のほとんど潰すやつな。皆さんはこうならないよう気をつけましょうね。耳が痛いわ。